はね、建築なんだよね、あのトレーニングとしてはね。それで、それで、なんていうのかな、その美術高校みたいなところでずっと教えてて、で最近それをもうほとんどやめて、てか休止して、それで、もうほとんど今、ギャラリーとして。